はい、速稼塾で1億円売るまでの流れをね、時系列で追っていったわけですけども、なんかね、私のデジカメね、すぐねバッテリー切れるんですよね。でうっかりしてこうやって喋ってると不意にポツンと切れたりするんですよ。まあしょうがないですよね。あのデジカメって画像用ですから、動画用じゃないですからね、こういうふうな理不尽なことが起きるのも仕方がないかなというところでございます。で、私のあのスライドショーね、私が高校の時、まああんまり学校を行ってなかったけども、でも情報戦で、まあ、いろんなことをやりながらね、卒業して、そしてそれはあの結局就職しても変わらなかったってことですよね。何が言いたいかっていうと、あのなんですかね、どういう手段で上り詰めたかとかね、どういう手段で稼いだかよりも、それをどのように使ったかによって物事は正当化されるのかなっていうふうに感じていた部分があるんですよ。で今はちょっと違ってですね、今はどのように稼いできたのか、どのように自分の人生を歩んできたのかっていうこともやっぱり、正当化しないといけないかなっていうところがあります。ですので清く正しくお金を稼いで清く正しく使う、ここに来るんだと思いますけども、でもやっぱりね、あのまず稼ぐっていうことが一番になると、多少ちょっと不誠実なことも混じってくるのは、これはねどなたでも一緒のことじゃないかなと思うんですよ。もちろんそんなことせずに稼ぐのが一番いいんですけども、例えばねキャッチコピーとかで、人目を引いてですね、でまるで違うセールスをかけてみたりっていうのは、皆さんもよく経験されることじゃないかなと思うんですよ。例えばあの昔のね高校の同級生から電話があって、ちょっとお茶でも飲まないっつって、久しぶりに話してみるのもいいかなと思って行ってみたら、いつの間にかネットワークビジネスのその書類が出てきてサインしてたみたいなね。あれっていうのは不実告知っていうのかな、どんな話をするかっていうことを言わずに、事前に言わずに、人にこう招集かけてね、でそこでその本来言うはずじゃなかったことを言って勧誘して、で契約させるっていうのは特商法違反らしいんですよね。まあ、ですので人を誘うときは、例えばネットワークビジネスの話をするんだけどもねっていうふうに言ったりとかね、それで OK な人をこう招待しなくてはいけないっていうことになってるらしいんですよ。だからこれはね、多分ね多くの人が内容を言わずに、まあ何も言わないけども、先入観なしでちょっと会いに来てみたいな形でごまかしてね、行ってみたらカタログが出てきたり、あとなんか偉そうなねネクタイ締めた人が横にいて ABC に釣り込まれたりみたいな感じだったんじゃないかなと思うんですよね。で私もそれをやったことがないとは言いません。やっぱり余裕がない時とか、ビジネスってものがよく分かってない時はそういうもんだと思ってやってました。で今私は自分で自分のビジネスをやるときに、私のまあ性に合わないなと思いますよね。要件言わずに人にとりあえず来てもらって、そこで不意打ちのようになんか別の話をしたりね、なんかもっと権威のある人がそこに出てきたりとかして、ブリッジングしてなんかこうセールス任せるみたいなね。私はもともとネットビジネスの話しますよとか、自己アフィリエイターの話しますよとか、ブログの話ですよとかね、ネットワークビジネスですよとか、投資の話ですよとか、ビットコインの話ですよっていう風な前提で、それでもいいんだったら来てくださいっていう風にしてますね。っていうかそっちの方が楽なんですよ。不意打ちで話してもその人は契約しないし、したところでね、どうせ後で、まあ、トラブルになったりとか、どうせ取り消しとか解除になるわけですよね。だったら最初から覚悟できる人ね、投資の話だけども、もうパーになる可能性あるよと、それでもいい人、博打だと思ってくる人は話しましょうとかね、こんな感じですかね。でやっぱりね、投資とかそういう風な一発逆転みたいなのに人が偏るってのは何かっていうと、ビジネスってコツコツやんないといけないんですよ。ですごい長い間時間をかけて一つの成果物を取っていくんですよね。投資ってのははっきり言って、そこにいくらエントリーするかだけで、あとは何もやることがないんですよ。ただ情報を右から左から取ってドキドキするだけなんですよね。だから非常に無責任なお金の投じ方だし、やっぱりね、投資は自己責任でとか余剰資金でやることっていうのがそのまんま悪用されるんですよね。というのが、最初からのインチキな話でも投資だと思ってくださいって言えば、お金を払った人はそれを投資だと思わざるを得ないんでね。だからそういうのも込みで自分でちゃんと吟味しないといけない。誰かが言ったからとかね、ここにそう書いてあるからってものが当てにならないってことなんですよ。やっぱり自分の感じれるメリット、そして自分の覚悟できるリスク、こういったものを見分けられない限りは、ビジネスなり投資なりね、人間関係なり、まともにできないと思いますんで、ちょっと反省した方がいいかなと思います。でやっぱね、早く突破しないといけないですよ。そんな騙し合いごまかし合いなんてない、そんな巻き込まれないように。で自分のところに持ってくる話は真っ当なものばっかりっていう風にしないといけないし、なんでそうなるかって言ったら、自分が甘い汁吸おうと思ったらそういうのが来るんですよ、インチキな話が。でも
自分は正々堂々とやりたいんだと、もうあれですよ、お金を集める手段にだってこだわってるんだと、使うだけじゃなくてもうどうやって集めるかによっても私がそれを認められるか受け入れられないかっていうのが決まるんで、だからいい加減な話持ってこないでくださいよっていうような前提があればね、久保さんにああいう話持ってってもどうせなんか怒られるだけだしやめとこうかなっていうふうになっていい案件しか来なくなるんですよね。そのいい案件の中でもうまくいかなかったりするんで、任ともかんともですよ、だから絶対大丈夫っていうのはないですからね、むしろほとんどはダメなんですよ、それを覚悟してね、今まで人生一回も一発も当ててこられなかった、何のプロかわからないようなところでここまで来てるんだったら何を選んでもスカンダル可能性があるよって覚悟しないとね。多分そのビジネスに投資にありをやる人が私から見て上っついてるなと思うのはその覚悟がないんですよね。レベゼン地球さんって吉谷さん知ってます？やっとここでレベゼン地球さんが出てくるんですけども、レベゼン地球さんかなりの詐欺にあって、詐欺っていうか騙されちゃってね、自分のレベゼン地球っていう名前商標登録とかそれから曲の版権とかを自分のものにできないらしいんですよ。でもレベゼン地球さんは言ってました、で結局は俺が判断したことだからねって、割れびれるのもなくね、感情的にはものすごく怒りが込み上げてきたと思いますけども、でも実際にヒット曲を作ったのはレベゼン地球さんだし、権利が取られたからといってその権利を取った人にじゃあヒット曲を作る能力があるかってないわけですよね、だから真実はレベゼン地球さんはやりきったということですよね。それを横取りしたい人がいるけども、でもそんなの小さい小さいと、あと脇を締めていけばいいということなんですよ、このレベゼンスキーさんの話はね、最近の中でも、私ちょっと舐めてたところがあったんですけども、大したもんだなと思いました。それほどまでのね巨額な負債を抱えてもやっていけたところと、それを跳ね返してね大儲けしたんだけど、その儲けを全部かすめ取られちゃったことを、感情的にこなえろうと思ったらしいけども、結局は自己責任だっていうふうに言い切れるところがねすごいなと思いましたね。私もそういうふうに泣き言言わずにこれからもトライしていこうと思います。いらっしゃい。